はい、どうもバサラです。ご視聴ありがとうございます。ついにですね、このチャンネルの登録者が2万人超えました。イエイ、ありがとうございます。見ていただきありがとうございます。本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。いやー、無事、超えることができました。昨日ですね、2月の18日に無事チャンネル登録者が2万人超えました。いやー、本当に嬉しいですね。というのも1万人超えた時のライブ配信かなという時とかに、まあ、話したんですけれども、本当僕ラッキーなことが、まあ、去年の5月ぐらいに あって、その時、まあ、出した Mac の動画がですね、すごくその再生数が多くて、そこがすごく起点になって、うちのチャンネルすごく成長したので、まあ、すごくラッキーだったんですよね、あの動画が伸びたおかげで。で、その動画があったおかげで本当に一気に7000人とかね、チャンネル登録者が増えて、まあ、1万人はね、さらっといけたような感じが、まあ、すごくしたんですけれども、逆にこの1万から2万のところって、まあ、大してですね、僕のまあそこは僕の実力だと思うんですけれども、あんまりね、伸びるような動画がなかなかちょっと作れなくて、結構伸び悩んでるところもあって、本当にまあ1万人から2万人ってところは悩みながらね、作っていた部分があったので、無事超えることができてよかったなっていう風に、すごく思ってます。で、まあこれもですね、今見ていただいてる方だったりとか、まあ毎回見ていただいてたりとか、まあチャンネル登録していただいてる方のおかげで、やっぱそういう風なね、方がいらっしゃるから僕のモチベーションにつながるというか、まあエネルギーをもらえて、こうコンテンツをね、どんどん作っていこうとか、こういう動画作ってみようかなとか、こういうのは面白いかなっていう風に、いや、一つね、なんか考えになるというか、そのエネルギーにも努力系にもなるしっていうのがあるので、本当に皆様のおかげで、無事達成することができました。本当見ていただいていつもありがとうございます。せっかく2万人達成したので、まあ、このタイミングで、まあ、また先月ね、ライブ配信やったんですけれども、ちょっと今月もちょっとライブ配信やろうかなと思っています。やるのが今週の日曜日、5月23日22時から、ライブ配信をやろうかなというふうに思いますので、ぜひぜひね、まあ、お時間があったりとか、まあ、寝る前にちょっと聞いてあげようかなとか、音ぐらいだったら聞いてあげるよみたいな人でもいいのでですね、ぜひぜひ、見に来てもらえたらなっていうふうにすごく思います。ほんとこのコロナ禍みたいな時なんで、なんかその2万人超えたとしても、もう誰にも言えないんですよね。誰にも言えないっていう感じなので、まあ、少なくともね、このいつも見ていただいてる方とかと、まあ、一緒に、ちょっと僕はお酒をね、まあ、飲みながらなんですけれども、まあ、このね、1万から2万のちょっと苦労話もしつつ、お話、お祝いできたらなというふうに思うので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ほんとこれライブ配信のネタになるんで、あんま喋っちゃいけないんですけれども、1万7000から2万のところがですね、本当に苦しくて、なかなか伸びないし、やっぱり自分のコンテンツがやっぱり合わないと、初めてやっぱり1日の日で、その今までって増えていく日しかなかったんですけれども、やっぱり減少しちゃう日っていうのも、やっぱり出てくるんですね、登録者が。でももちろんその登録者だけがその YouTube の成功ではなくて、再生数だったりとか再生時間とか、本当はそういうところを重視しなきゃいけないんですけれども、自分の中でのモチベーションとしてやっぱり登録者っていうのがあるので、その登録者がね、やっぱり減っちゃったりとかうわっていうので、やっぱり一喜一憂する日々をやっぱ過ごしてきていて、そんな中でね、本当に達成できてすごく嬉しいなっていうふうに思うのと、まあこれからね、せっかく2万人到達したので、3万人だったり5万人だったりとか、もっと10万人とか、まあ、目指してやっぱり頑張っていかなきゃなっていうふうな気持ちで今、考えてます。まあそこら辺のね、思いの丈みたいなものとかをね、少しちょっとね、話そうかなと思うので、ぜひぜひね、5月23日10時からぜひぜひ空いてる方見に来ていただければなというふうに思います。というわけでご視聴ありがとうございました。これからもね、このチャンネル頑張っていこうと思うので、ぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、次の動画でバイバーイ。